2009年岡山 1000km レースアジアン、ルマンシリーズは、アジア地域で行われる、スポーツカー耐久レースのシリーズである。主催は、ルマン24時間レースと同じフランス西部、自動車クラブ。2009年にスタート。当初は、ルマンプロトタイプクラスの LMP1、LMP2、GT カーによる LMGT1、LMGT2 の、K4 クラス制で、 各クラスのシリーズチャンピオンには自動的に翌年のルマン24時間レースの参戦権が与えられるルールだった。当初の数年こそは参加するチームやドライバーのレベルにばらつきが見られ、さらには FIA の移行を受けてシリーズそのものの消滅の危機にも見舞われた。また GT カーについてはカテゴリーの再編が相次いだ。しかし近年は 世界的な GT3 マシンによる耐久レースの盛り上がりを受けて FIA 世界耐久選手権やスーパー GT、GT ワールドチャレンジなどに参戦するワークスやセミワークスクラスのドライバーからフェラーリチャレンジやポルシェカレラカップなどのワンメイクレースでシリーズチャンピオンを争うクラスのジェントルマンドライバーまで多数のチームと ドライバーが参戦するレベルの高いカテゴリーとなっている。何より、各クラスのチャンピオンが、ルマン24時間レースのエントリー枠を獲得できることから、長年アジアンルマンに挑戦してきたチームのほか各クラスともヨーロッパからのエントリーが多数集まっている。特に、GT クラスは、ヨーロッパの競合 GT チームが多数集まるシリーズになっている。また、 エントリー社向けに、スプリントレースのアジアンルマンスプリントも開催されていた。2009年は、当初上海でも開催が予定されていたがキャンセルされた。また日本ラウンドは、当初富士スピードウェイで開催され 1000km、耐久レースで競われる計画だったが、後に開催場所が、岡山国際サーキットに変更され世界、ツーリングカー選手権日本ラウンドとの閉催となった。 ため 500km 耐久レースを2000行う形となった。2010年は、同年から新たに発足したインターコンチネンタルルマンカップの一戦として、主海国際サーキットで 1000km 耐久レースが行われた。2011年は日本での開催が復活し、富士スピードウェイでレースが行われる予定だったが、東日本大震災の影響などで結局富士での 開催はなくなり、前年同様、主会サーキットでの開催となった。2012年は FIA 世界耐久選手権の発足に伴う形でシリーズが休止された。ACO では2013年よりヨーロピアンルマンシリーズに習う形でシリーズを復活させた。ただし当初は全7戦のカレンダーが発表されたものの、後に全4戦に、 過方修正されるなどシリーズ運営は難しい状況が続いた。なお、2013年からは GTC クラスにスーパー T GT GT300 クラスの車両が参戦可能になった。2015年からはメインシリーズをウィンターシリーズに移行。一方で夏にはアマチュアドライバーを対象としたアジアンルマンスプリントカップを開催することになった。 アジアンルマンスプリントは2016年に全参戦で行われ、1回のイベントで60分のレースを2回実施する。2016-17年シーズンより決勝レースの規定時間が1時間延長されて4時間となっている。2021年シーズンは2月13日から20日まで中東のアラブ首長国連邦でレースが行われ。 ドバイオートドロームでのドバイ4時間レースが2レース。続いて、アブダビのヤスマリーナサーキットでのアブダビジ時間レースが2レース。行われた。2013年からのアジアンルマンシリーズは、ヨーロピアンルマンシリーズとよく似たルールを持ち、LMP2、LMPC、GT、GTC の合計4つのクラスで始まった。GTC クラスは、GT3 マシンが参戦できる。 当初、すべてのクラスは、プロアム分類に従い、各社に、最低一人のアマチュアドライバーと一人の、プロドライバーが必須であるとされ、本シリーズに対する、アジア人の参戦ドライバーを増やすために、全社は、最低一人のアジア圏の国籍を持つドライバーを入れなければならないとされた。LMP クラスと GT クラスのチャンピオンチームは、 ルマン24時間レースへの招待状を受けられる。タイヤはミシュランのワンメイク。2013年第2戦の富士スピードウェイのラウンドでは様々なロードレーシングカーが参戦する日本のスーパー GT の GT300 クラスに由来したサージェントクラスが設けられた。スーパー GT と同じ車両規制を採用し GT300 のチャンピオンシップにカウントされた。 しかしこのクラスは2013年の富士3時間レースのみだった。GTE クラスは2013年シーズン限りで廃止された。4月に GT クラス構成が変更され、GTC は引き続き GT3 マシンだったが、GTC アムクラスが GTC クラスの下に設けられ、ポルシェカレラカップアジア、フェラーリチャレンジアジアパシフィック、 アウディ R8LMS カップアジア、ロータスカップアジア、ランボルギーニスーパートロフェオなどのアンメイクマシンのクラスとして最終戦のセパン戦で実施された。翌シーズンから GT m に改名された。2014年、グループ CN クラスが前年からエントリーがない LMPC クラスに代わりシリーズに加わった。GTE、GTC、 スーパー GT300 クラスなどのグランドツアラークラスが一つの GT クラスに統合された。GT カテゴリーのアマチュア部門である GT アムは運転レベルがシルバーとブロンズのランク付けられるドライバーから構成されなければならないとされた。アジア圏からの一人のドライバーを含める胸のドライバー要件はオーストララシア地域からの国籍を含むに拡張された。 開幕戦で参戦エントリー台数が8台しか集まらなかった。第2戦以降の参戦台数を増やすために有効ポイント制が採用されることとなった。具体的には全4戦の中ベスト3レースの結果で王座が争われることになった。2015年シーズン形式がウィンターシリーズの形式に変更された。本シーズンから新たに ルマンプロートタイプ3クラスが導入された。LMP2 と LMP3 クラスと GT クラスのチャンピオンチームには2016年のルマン24時間レースの自動小対枠が与えられた。2016から17年シーズンからドライバーの国籍制限はなくなった。GT アムクラスが GT カップクラスに名称が変わった。2017から18年シーズン。 グループ CN クラスが廃止され、新たな GT AM クラスが加わった。2018-19年シーズン、l m p に a m クラスが設立された。2019から20年シーズン、GT カップクラスは廃止された。最高峰の LMP2 クラスでは2017年から導入されている現行規定マシンの使用が義務付けられる。一方で、俺かゴ、リジ j j s p にといった。 旧規定のマシンも LMP2 アムクラスでは引き続き、使用が許可される。2021年、ルマン24時間への参戦権は、LMP2、LMP3 クラスのシリーズチャンピオン、GT クラスのランキング4位内のチームに与えられた。LMP2 アムクラスは、アマチュアドライバー向けに設計されており、主に、ブロンズグレードのドライバーで構成される。 ドライバーラインナップに開放され、一台の車につき一人のシルバードライバーのみが許可される。2021年シーズンの車は LMP2 クラスと同じになった。LMP3 クラスは2020年から導入された新 LMP3 規定に基づいて製作されたリジェ、アレス、ジネッタ、デュケーヌ製のマシンを今シリーズから採用した。 ルマン二十四時間レースを運営する ACO と GT ワールドチャレンジを運営する SRO モータースポーツグループは2023年のアジアンルマンシリーズ開催に向け ACO、SRO、そしてアルマムが協力すると発表した。また ACO と SRO の新たな取り組みに加え多くのスポーツカーチームが求めるルマン二十四時間レースの 招待枠が GT ワールドチャレンジヨーロッパのチャンピオンアジアンルマンシリーズと GT ワールドチャレンジアジアを合算したチャンピオンに与えられることになった。ありがとうございます。